レナの部屋。初めて奪ってください。本当にそんなこと言うのか？当たり前だろ。早く行ってこい。でも。僕は高一、平凡な高校生だ。でも今、その平凡がなくなってしまうかもしれないピンチに見舞われている。イブに初めて奪ってくださいって、絶対面白いって。こいつはユータロウ。毎回毎回僕のことをいじってくる人物。でも、決して仲が悪いとかじゃないんだ。僕が嫌がらせされていると助けてくれるし、本当に冗談をすごく言ってくる感じなのである。さすがにそれは。絶対面白いって。いや、面白いとかじゃなくてさ。だってイブとは幼馴染なんだろ？じゃあ別に冗談でしたって逆ドッキリすればいいじゃねえか。え？お前もそろそろ仕掛ける楽しさ覚えた方がいいぞ。なんて嘘だよ。ブサバに振られている高一の顔が見たいだけ。で、もちろんやるんだろうな。え？絶対に面白いって。ほら、この映画のペアチケットやるからさ。どうせデートもしたことないんだし、初めて奪ってくださいって言ってこいよ。断られてショック受けてたら俺が一緒に映画に行くってパターンなのは分かってるけど、僕は断ることもできずにユータロウの無茶ぶりを受けてしまうことになったのだ。僕が仕掛ける側か。僕とイブはお互いの母親同士が友人だったこともあり、生まれてからすぐに交流があった。幼稚園の頃には本当に仲良しで、結婚の約束までしたことがあった。高一のお嫁さんにしてね。うん。小学生になるとイブは持ち前の明るさとその可愛さで人気者になり、僕とは真逆の人生を歩み始めていた。僕もその頃にはイブと自分は住む世界が違ったんだと感じるようになっていたのだ。幼稚園の頃は良かったな。高一、どうしたの？冗談だって分かっても緊張する。久しぶりに顔をちゃんと見たけど、かわいい。何？後で謝ればいいや。僕の初めてを奪ってください。やばい、言葉が出ない感じだ。まさか、怒ってる？早く謝って終わろう。初めてって、そんな。私に童貞を奪ってほしいなんて、高一、いきなりすぎるよ。私、そんな経験ないし、自信ないよ。え？彼氏もできたことないし、それ以前に恋人でもない人とそんなことしたくないっていうか。え？恋人じゃない人とはデートにも行かないってことか。すげえ古風なんだな。ごめん、そんな風に古風だなんて思ってなくて。どういう意味？いや、恋人じゃない人とはデートにも行かない主義だったんだね。初めてってそんな意味だったの？え？てっきり。なんで真っ赤になるんだ？初めてってそんな意味？まさか。そんな風に言われると、その大人な意味って。違う、僕がデートとか行ったことがないから、初めてのデートを奪ってくださいってことで。そうだったんだね。そんな煩わしい言い方しないでよ。ごめん。デートなら最初からそう言えばいいのに、なんであんな言い方したの？実はユータロウからそう言えって無茶振りされて、それでこれを。映画のペアチケット？うん。そっか。まあ無理だよな。行こうか。え？ユータロウに命令されてやったんでしょ？じゃあこっちも仕返ししてやろうよ。どうやって？私と高一が恋人のふりをすればいいじゃない。うお。それでユータロウを驚かせてやろうよ。デートに行くまでの間にユータロウを騙して、デートに行った後にネタバラシってことで。うん。こうして僕はユータロウに仕返しすることになったのだ。みんなが注目している。そりゃそうか、イブはモテるんだし。高一、今日は
はお昼ご飯購買で買わないでね。え？お弁当作ってきたから。あ、わかった。このことがきっかけで僕は学校内で学校一の美女をなぜか射止めたメガネとして陰キャラの男子を筆頭に崇められるようになった。今日はね、イブ、胸が当たってる。イブの恋人のふりは名演技で、まさかこれを芝居だとは思う人は現れないだろうと思うほどだった。イブが彼女だと思っているからか、僕もそれなりに人気者になってしまったのだ。なんか変な感じだ。まさかあいつがイブと付き合うことになるなんて。くそ。恭一、今週の日曜デートしない？え？恋人のフリなのに、デート？ダメ？ダメじゃないけど。やった！こうして僕はイブとデートすることになったのだ。それで明日はイブとデートだよ、と。ユータロウもこれで悔しい気持ちになるだろう。いつも僕に無茶ぶりしてた罰だ。明日、いよいよイブとデートだ。楽しみだな。でも、このデートで終わりかな。ユータロウへの仕返しは終わるんだもんな。そうなったら、この時、僕は気がついてしまったんだ。イブのことが好きなんだと。でも同時に、僕とは不釣り合いなイブへの気持ちはしまっておくべきだと決めたのだ。翌日、デートは最後の思い出だと決めて、思いっきり楽しもう。そう思った。光一、お待たせ。かわいい。学校よりも何倍もかわいすぎる。どうかした？かわいいと思って。え？ああ、なんでもない。つい口に出てしまった。行こっか。うん。今日の映画楽しみだね。うん。あ？後ろ、ユータロウがいる。え、なんで？ちらっと見えたの。どうしよう。気にせず楽しもう。うわ。早くしないと始まっちゃうよ。うん。ああ、よかった。10分前につけてちょうどよかったね。ああ、うん。もう、これが最後なんだよな。もっとイブと一緒にいたかったけど。え？どうしたの？ああ、ちょっと、トイレ行ってくる。え？最後だと思うと、急に悲しくなってきた俺は、トイレで一旦落ち着こうと考えたのだ。どんな顔してイブを見ればいいんだ？よう。ゆうたろう。そんなびっくりすんなよ。こんなところで会うなんて奇遇だな。ちょっと話したいことがある。話したいことって、イブと付き合えたから僕に謝るとか、そんな感じか？こんなところ入って大丈夫なのか？ふん。チケットは持ってるんだよな。もちろん。トイレに行く途中だったし。ほら。ふん。お前にだけはいい思いさせねえからな。おい！これで戻れねえな。なんでこんなことを。え？イブが帰ったら開けてやるからよ。おい、まさか！なんでこんなことするんだよ！お前みたいなメガネがイブと付き合ってんじゃねえよ。よかった。ここがバイト先で俺は幸運だったな。イブと最後に入れる時間だったのに。うわっ！え？遅いから心配しちゃったよ。ごめん。え？僕のせいで映画見れなかったから。そのチケットがなくなってたせいで。じゃあ私と本当に付き合ってくれる？え？私幼稚園の頃から光一のことが好きだったの。だから今の付き合ってるふり、そのふりじゃなくて本当に彼女になりたい。嬉しいけど。うん？なんで僕の居場所が分かったの？それは、私、光一のこと好きで、盗聴器仕込んでたから。え？だから分かったの。そこまでして僕のこと。
僕もイーブのことが好きだよ。光一、本当の恋人だからいいよね。うん、ちょっとトイレ行ってくるね。まさかイブが僕のことを昔から好きで、それでいてヤンデレ気質だったなんて意外だけど、両思いって嬉しいな。かわいいな。イブ！俺の名前はリョータ。自分で言うのもなんだが、俺は結構イケメンで友達も多く、クラス、いや学校でも人気者だと思っている。あれ、リョータくんじゃない？今日もかっこいい。一度でいいから話してみたいな。確か彼女もすごい美人なのよね。ああ、あの人ね。そう、イケメンの俺にはもちろん彼女がいる。彼女の名前はレイン。見た目が美しいだけでなく、この学校の生徒会長も務めている。おかげで学校一の美男美女カップルとして有名になっていた。今日のお昼はゆっくりできるんだ。うん、急ぎの案件もないから。もっと一緒にいたいのに、いつもごめんね。いいよ、レイナは生徒会長だから忙しいのもしょうがないよ。でも無理はしないこと。いいね。うん、ありがとう。前からレイナのことは美人だと思っていたが、まさかレイナから告白してくれた時は驚いた。あの、私と付き合ってもらえませんか？ずっとあなたのこと好きだったんです。あの時、俺には別の彼女がいたけど、レイナの告白を二つ返事で OK し、その時の彼女とはさようならした。おかげで今こうしてレイナとラブラブ学校生活を送ることができている。ねえ、今日はいつもとちょっと違うんだけど、わかる？どこだろう。わかんないな。それ本当？よく見てよ。前髪1センチ切ったし、メイクも少し変えたのよ。え？ああ、本当だ。1センチは気づかないよ。私のこと全然興味ないのね。え？そんなわけないじゃん。だって気づかなかったじゃない。ごめんって。でもレイナのこと大好きだから。本当？それならよかった。レイナと一緒に過ごすうちに何か違和感を感じ始めた。あ、もうサッカーの試合始まってる。お、いいぞ。リョータ、今何してる？ん？レイナか。あ、やった、ゴール。ねえ、何してるの？どうして返事くれないの？あの選手うまいな。ねえ、なんで返事くれないの？何かあったの？いやー、いい試合だった。うわ、なんだよこのメールの量。全部レイナだ。ごめん、サッカーの試合見てて気づかなかった。ひどい、心配したのに。だからごめんって、夢中になってたから。サッカーなんかより私のメールの方が優先でしょ？信じられない。そう怒るなって。俺にとってはサッカーも大事だから。そう、私よりサッカーの方が大事なのね。うわ、めんどくさ。もう返事をするのが嫌になり、そのまま放置してしまった。前から薄々感じてはいたが、もしかしたらレイナは地雷系女子、いわゆるヤンデレ気質なのかもしれないと。見た目は美人だし、品行方正で評価もいい。でもあの性格がなあ。月曜日どんな顔で会えばいいんだ。一度意識してしまうと、レイナの地雷部分ばかり目が行くようになり、次第に一緒にいるのが辛くなってきた。デート楽しみだな。リョータが好きって言ってた服を参考にしたんだけど、喜んでくれるかな。もう待ち合わせの時間15分過ぎてるけど、連絡も来ない。どうしたんだろう。リョータ今どこ？私駅前にいるけど。ごめん、寝坊した。あと40分くらいかかるかも。わかった、気をつけてきてね。もしかしてデートが楽しみすぎて眠れなかったとか？リョータかわいい。リョータ遅いな、なんかあったのかな？大丈夫？何かあった？
ごめん、今から家出るから。うん、待ってるね。ごめん、遅くなって。ううん、大丈夫。りょうたに会うためなら何時間でも待ってるから。というわけなんだけど。そんなことになってたんだ。この手の地雷系女子と付き合ったことがないので、普段から親しかった友人女子に相談してみた。調べてみたけど、地雷系女子の注意点、扱い方は、話をよく聞く、マメに連絡を取るだって。そんなこと聞いてねえよ。だって困ってるりょうた面白かったんだもん。お前なあ、人事だと思って。ああ、完全に失敗したよ。さっさと別れて。じゃあさ、別れたら次は私と付き合ってよ。え？最初は友達のままでいいと思ってたけど、こうやって頼ってくれたり仲良くなっていくうちに、もっとって欲が出ちゃって、やっぱりダメ。いいよ。やっとりょうたに会える。早く来ないかな。まだ来ない。もう1時間も過ぎてるのに。もしかしてまだ寝てる？大丈夫？どうしたの？返信来ないけど。何かあったの？お願い、返事して。ごめん、今から行くよ。よかった、大丈夫なんだよね。心配したよ。待ってるね。りょうた、よかった。何かあったのかと心配してたんだよ。でも会えてよかった。重い。あ、ごめん、重かったよね。別れよう。え、今なんて言ったの？別れよう。俺には無理だ。何言ってるの？よくわかんないや。お前の気持ちが重すぎて耐えられない。それに好きな人ができた。だから別れてくれ。は？嘘だよね。嘘じゃない、もう限界なんだ。嘘つき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 。私のこと好きって言ったじゃない。どうして私だけを見ててくれないの？他の女なんて見てるからこんなことになったのよ。それならりょうたの目玉をえぐっておけばよかった。そうすれば他の誰も見ることなかったのに。俺は身の危険を感じ、本能的にその場から逃げ出してしまった。いやいやいやよ。りょうたがそばにいてくれないなんて耐えられない。私のりょうた、私のりょうたなのに。一体どこの女よ。私のりょうたを奪ったのは。もしかしてりょうたはその女にたぶらかされてるだけなんじゃ。そうよそうよ、だってりょうたが好きなのは私だもの。他の女を好きになるなんてありえない。なんだ、そういうことだったのね。じゃあその女を殺せばりょうたは私の元に戻ってくるのね。簡単なことじゃない。今は助けに行くからね。りょうた、大丈夫だった？ああ、ちゃんと別れてきたよ。まあ向こうがどう思ってるかは分かんないけど、ごめんな。でもマジで怖かったわ。冗談抜きで殺されるかと思ったわ。もう怖いこと言わないでよ。ごめんって、もう大丈夫だから。誰もいない。いたずら？お邪魔してます。俺は悲鳴を聞いて急いで玄関に向かった。レイナ、リョーター、お待たせ、助けに来たよ。どうしてお前がここに？だからリョーターを助けに来たんだよ。だってリョーターが好きなのは私だもん。他の女を好きになるなんてありえない。だからりょうたはきっとこの女にたぶらかされてるんだって私気づいたの。だからってどうしてここが？まさかつけてきたのか？ううん、そんなことしないよ。りょうたにつけておいた GPS を見ただけ。 GPS？ そう、だっていつでもりょうたのこと感じていたいんだもん。りょうたの友人関係は全部把握してるし、その中でも親しくてりょうたに好意を持っている女なんて絞り込むのも簡単だったもの。だからこうやってりょうたをたぶらかした女を始末しに来たのよ。
始末って、お前そんなこと本気で？私はいつでも本気だよ。本気で亮太を愛しているし、本気でこいつを始末するつもり。待ってて、亮太の目を覚まさせてあげるから。そして私が亮太の彼女だって教えてあげなきゃね。これでまた亮太は私とずっと一緒よ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。